まだ言わない、言えない。まだ言わないもんね。大丈夫、聞いてくれなくて。言わないから。何かっていう何系何かって言ったらですよ。そうだな、まあ、ヒントはそうだな、ヒントはまあさえちゃん系だけど言わない。いつの日か終わりが来るとしても、愛想口もなんだって叫び、僕ら不条理な世界で。これはハマっただけ。この曲はもうずっと聴いてるだけ。ただハマって歌ってただけ、関係ない。そう、そやね。もう話すこと何も決めてなかったです。何も決めていなかったでござります。私どうしましょう。もうすぐハロウィンだね。確かにあれやんないと。さあ街に行こう、だってハッピーハロウィン、だだせちゃぞりだだ。キャンディーはくぐれないよ、だってハッピーハロウィン。ちょっと踊れないんだが、覚えて踊らないと。これ踊らないとってか、私が踊りたいだけなんですけど。だってハッピーだよ、ちょちょちょ、だってハッピーハッピーし、うん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 、キャンディーはくれないよ。踊れません、まだ。TikTok ひなちゃん上げすぎかい？上げすぎかな？まだ取り、なんか上げたいやつあるんだけど、1個2個、2個ぐらい、1、2個あるから、いっぱい、本当にいっぱいある。毎日投稿できるんじゃないか、それは嘘だけど、毎週投稿ができるぐらいにはあります。今日は二つ結びでござる。だってみんなあげないんだもん。だからひなちゃんがひなのオフィシャルに乗っ取ってやる、研究生アカウントを。しっしっしっし、ひなのオフィシャルにそのうち乗っ取ってやる。乗っ取ってやる顔。
いい曲すぎ、わかんの。 I'm sorry なんせだって女の子なれるのならなりたい、きっと宇宙で一番可愛い着物だから、ミルクだって君の歌研究してみた、やっぱり私のためじゃなきゃ意味、やっぱり私のためじゃなきゃ意味ないもん。いい曲、激ハマりしてるで。I say 至極散々な僕らの日を、いつの日か終わりが来るとしても愛想口もなんだって下げ、不条理な sky でも越えてゆける、愛してゆける。じゃあみんなに今日は何を見分ける、明日、そう、明日山形いますよ、私明日山形最後です。今ね LINE 来たからね、ニヤニヤしちゃった、ちょっと抑えます。よし、そう、明日山形行きます。山形って何があるんですか？明日で最後なんだ、ひなちゃん。寂しい。もしかしてみんな会えますか？もしかしてみんなに会えますか？そう。明日はあれなんすね、なんだっけ、会えます、マジ会える、明日嬉しい、やった、お仕事の人も頑張ってね、頑張って。でもちょっと今日食べ過ぎちゃったからな、食べ過ぎちゃったぜ。え、ひなちゃん、明日終わったらさ、公演ないってこと？12月まで。無理、耐えられない。無理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 。無理なんだけど。無理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 。無理、やだやだ、無理無理。やだ、つらい。何したらいいの？空白になってしまうじゃないか。わあ、公園からしか得られない栄養があるんだよ。つらたん。つらたん。無理。どうしよう。無理なんだけど。本当に明日で終わっちゃうの？だってまだ12月まで1ヶ月以上あるよ。きっと12月のひなちゃんが出る公演までは2ヶ月ぐらいあるんじゃない？みんな耐えられないです、2ヶ月も公演がないなんて。無理。
したらいいの？そんなのってひどいよ。そんなのってありえないでしょ。そんなピエン、どうしたらいいですか？じゃあ早く明日来ないでほしい。明日来てほしいけど来ないでほしい。終わったらだって公園なくなっちゃうんでしょ。泣いちゃった。もう前座でもいいから。でも前座じゃちょっと違う。ビン、はあ、どうしましょう。ねえ、明日が続いたらいいね。はあ、しょうがないか。もういいよ。心にもう腹をくくった。2ヶ月頑張って待ちます。つらみ、つらいな、悲しいな。じゃあ明日頑張るね。みんなに会えるの楽しみにしてるね。頑張るね。そうさ、頑張るさ。つらみ、イエーん。ふん。ね、明日楽しまないとな。じゃあハッピーエンドは夢が覚めた後で、言葉や仕草のそのすべて記憶に残しておきたいから、最終回まであとどれくらいだろう。涙もあっていいけど、ちょっと笑顔で終わらせてほしい。明日のパッキングしないと。まだ何もしてないのさ。まだ何も準備していないのさ。明日の髪型決めてる？ AKB はひなちゃんは両耳かけストレートが固定なのです。何もしてないのさ。てかちょっと寒くなってきたから、もしかして山形ってめっちゃ寒いみたいなことあります？もうすでにすっごい寒いんですけど大丈夫かな。めっちゃ今日寒いんだけど、もしかしてさ、山形って超寒いってことある？半袖はちょっとさすがにいかないけど、どうしよう。10日めちゃくちゃ寒い。マジ？マジ？どうしよう。我どうしよう。どうしましょう。どうしようかな。何着てこう。絶対寒いんだけど。北海道よりはあったかい。そりゃそうだな、多分。でもちょっと寒くて無理かも。お、15日連続。やったー、やったー。嬉しい。何よりも今寒い。今寒くてパーカーの腕と
通すのやめた。サビどうしよう。そっか、夜も寒そう。なんか美味しいもの食べれるかな。いや寒いなーなんだよね。そう、明日美味しいもの食べれますように。なんか春夏ぐらいだったらさくらんぼ食べたかったんだけど、さくらんぼの季節じゃないからな。PN、 私さくらんぼもう一回。米沢牛？牛？牛か。牛人気なの？さくらんぼなの？芋煮ね。芋煮美味しかったわ。芋に食べよう。そば？板そば？いつの日か終わりが。へえ、玉こんにゃく？へえ。じゃあ明日食べようかな。板そば有名。へえ。そうなんす。じゃあ食べよう。リサーチしてから行こうと。何これ、何これ、ゾゾゾゾンビッコって何？今なんかやってるの？ AKB48 グループ2代目ゾゾゾゾゾンビッコ、何それ。なんかイベントやってたの今初めて知った。何これ、お化け？寒いです。お化け嫌い、映っちゃったとか怖くて見れないですね、苦手。じゃあちょっとみんなに何話すか聞きます。なんかありますか、ね、話しネタ。何も考えてこなかった。いいことは、ヒントは今日さえちゃんに会ったこと。ほうほう、ふむふむ。お化けは実在しません。今日はね、違いますね。言われてないですよ。え、でもこの前表参道で時間潰してたら声かけられたけど、今日は違う、今日はさえちゃんに会ったの。そう、そうなのさ。でも最近みんなに会ってないからな、全然。
違うよ、スカウトじゃなくてスタバで、じゃあひなのちゃんですかってそう言われたけど、今日は違う、今日はさえちゃんに会った時、明日は18期はコヒとアズとユイとひなちゃんかな、だった気がする。明日コヒとアズとユイチとひなちゃんかな多分ね。さえちゃんも山形連れてこうよ、連れてっちゃおうかな、キャリーケースにバレないように。みんなも来る？みんな来る？ひなのポケットマネーで。嫌だ嫌だ、絶対に嫌だ。皆さんのポケットマネーでお願いします。いやだ。体は会社です。気持ちをじゃあ山形にお願いします。気持ちお願いします。ないか、ドバイ、ドバイ。俺っちはどうにもできないぜ。ではみんなで、そっか、キャパ狭い。そうなんだ。なんか出張公演さ、全然なんか当たってる人見かけないんだけど、でもね、と平日すぎてね。それな、明日火曜日でしょ。平日だよね、平日ってね、無理ピヨだよね。ね、もう月金、あ、わかんの、全然週のど真ん中だよね。うん、本当にね、悲しいね。まだに幻だと思ってるわ。それ幻じゃないんだけどさね。じゃあ12月にみんな劇場で会おうね。楽しみにしてるさ、ひなちゃんは。楽しみにしてるさ。長いね、2ヶ月みんな待ってくれる？少し遅れないように言っとくわ。今日洋服服 JKJD で満員で素通りしちゃったんだき。やっぱ勇気持って入ろう、マーラータン屋さん。おいで行こう、マーラータン。まあ食べたけどね、マーラータン昨日、うまうまだったっす。細い春雨激うまうまだったっす。めっちゃ美味しかったです。混んでるよね、マーラータン。いや、ガチコミだよね。おごりません。
細いの克服っていうか、チーパーも洗ったのは美味しかった。春雨細いの、なんか細い春雨苦手な気がしてたんだけど、そう美味しかった。ブロッコリーとうずらの卵とさつまいもとキャベツと何入れたっけ。でもチーパーも新たな細い春雨ノーマルのめっちゃ美味しかったです。ブロッコリーとさつまいもとうずらの卵とキャベツ、なんかもう一個言った気がするけど忘れちゃった。あとなんだっけな、忘れた、忘れました。でもめっちゃ美味しかったから、そのうちまた行くさ。そう、でも今マーラータンにハマってて、やっぱハマるとさすごいリピートしちゃうんで、今この曲もずっと聴いてるんさ、ハマってて。そう、曲もご飯もずっとハマったら聴いちゃうんさ。そうだからずっと同じのしか食べてないし聴いてない。ハマるよね。めちゃめちゃハマってる。あつ森はもう飽きた。あつ森もう1週間ぐらい、1週間もあったけど4日ぐらい開いてない。4日ぐらい開いてない。もうすでに雑草だと思う。だってさ全然さ星5にならないからもう飽きちゃったんだよね。ローンも高いしさ、住民はさ橋とか坂とかさ作るって言っても募金してくれないしさ、そんなん私のワンオペ島やないかい。私がワンオペで島を開拓しろって、そんな無理に決まってるじゃんって。そう詐欺師いるし、そうなの、ブラックなの、助けて。ひなちゃん今さブラック島に閉じ込められてるの。あマインクラフト、うわマイクラ、マイクラやります、マイクラにします。もうねワンオペ島なんてねもうやだ、やらない、マイクラにします、マイクラやります。だがしかしひなちゃんはマイクラ苦手です。結構マイクラ苦手、全然苦手。エーペックスね買うかな、スイッチ版のエーペックス。いやマイクラさ夜になるとお化け出てくるじゃないですか、ゾンビとか。いやあれに追いかけられるの苦手なんだよね。そうとか意外ちょっとマイクラってむずいんですよ。スマブラ、スマブラあり、スマブラちょっとなんかむずいんだよね。敵、まあ、でもスマブラやるわ。スマブラとあとスプラ、もうスプラってのは一生うまくならないけどね。一生うまくならないスプラと一生うまくならないスマブラ
とマイクラにしようかな。今期ひなちゃん的次シーズンは何のキャラ使ってる？何のキャラ？何のキャラっていう会話もできないぐらい激弱なんだけど私。何だろう、何使ってるっけ。ピカチュウとかかな。ピカチュウとか、ピカチュウとか使ってる。どう、ピカチュウ、ピカチュウ微妙い。もしかしておすすめキャラとかいます？全然私キャラいないんだけど。あ、関根さん、なんかクマさんの、クマさんのタワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう。かわいい、ピカチュウ使いかわよ。かわいいの、ピカチュウって自滅しがち、ガチ。そうなん。なんかどれがいいか分かんなくて全然あれです。おすすめのキャラいます？でも私キャラ全然いないんだよね。少ない、もうキャラの面が狭い、全然いないから。キャラさ、なんか負ける、なんかさ、キャラ出てくるじゃないですか。なんか戦い、挑戦者が現れましたみたいな来るじゃないですか。その挑戦者に負けるんですよ、弱すぎて。だから一向にキャラが増えないんですよ。どうしたらいいですか。あ、でもパワー系のなんかクッパとか使いやすいイメージあり。私結構好き。課金しなきゃいけないの？ガチ？マジ？メタナイト、そんなん私持ってたっけ。道のり長すぎ。スプラやるか。もうゲームって無理ガチ。もう聞いたことない名前ばっか飛び交ってるよ。なぬなぬ。スプラにしよう。スプラもうへったくそだけど、もう一生足引っ張りまくってるけどスプラが面白い。あのもうすぐ死ぬから、あの 2,3 回死んだあたりで、あの自分のところを塗り塗り一生し始める。私死にすぎて。もうノラでやったら激迷惑。ローラー使ってないんですね。もう飽きちゃうからさ、うまくなれないんだよね。うん、私スプラ色塗りになってるから、色塗りゲームみたい。でもたまに突っ込んですぐ死ぬっていうね、激弱なんですわ私。人と戦う系なんかビビっちゃうんだよね。合ってるか、色塗りゲーム合ってるか、色塗りゲームで合ってんのか。じゃあ合ってるのかもしれん。じゃあそろそろランキング読みます。ランキング読みます。読みますね、ランキング。13位、ゾンネさんありがとうございます。12位、ジーマサさんありがとうございます。
11位はやりんごさん、ありがとうございます。10位 SK さん、ありがとうございます。9位白い衣装の恋人をつっくん、ありがとうございます。8位ももちゃん、ありがとうございます。7位平場さん、ありがとうございます。6位りょうさん、ありがとうございます。5位ガンバレットさん、ありがとうございます。4位つなちゃん、ありがとうございます。3位ひげの水さん、ありがとうございます。2位356たけさん、ありがとうございます。そして1位関根さん、タワーもありがとうございました。いっぱいありがとうございました。皆さんありがとうございました。ではよし、明日は山形公演、皆さんも会いましょう。会えない方も気持ちを山形に、魂をぜひ山形に持ってきてくださると嬉しいです。皆さんの会社まで私の魂が分身してお返ししに行きます。じゃあねー、おやすみなさい。心は山形、あ、心は大学、うん、心は山形、体は大学か。心は山形、体は仕事、もうどっちがどっちか分かんないけど、おやすみねー、バイバーイ。